東京コミコンまっしぐら。はい、始まりました。東京コミコンオフィシャルサポーターの関根ささなです。そしてアメキャラ系ライター杉山スピュータカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかささなちゃん久しぶりですね。そうです ね、ご無沙汰しております。DC 店ぶりですね。 DC 店ぶりですね、はいはい、今日は私たちから大切なねお知らせがあるんですよね。そうなんですよね、はい、ですね、はい、実は今年の12月の3、4、5に予定してた東京コミコンなんですけど、はい、今年はですねちょっと中止とさせていただくことになりました。はい、そうなんです。ちょっと今ねご存知よりちょっと、うん、コロナウイルスの問題がありまして、で、ね、で確かに収束に向かってるんですけども、うん、ちょっとまあなんていうのかな、できなくはないんですが、やっぱり、うん、東京コミコンってやっぱりゲストが来てくれて、はい、来るお客さんとかね参加者の皆さんもなんか心置きなく参加してもらえるっていうことがあるの で、だからちょっとあんまり制限とかがね、はい、入った中でやるのは全然東京コミコンらしくないなっていうことで、うん、ちょっと今年は見送るということでございまして、はい、ちょっとご理解いただければと思います。本当にね楽しみにしてきた皆さんね、申し訳ないしちょっとね僕らもちょっとがっかりなんですけど、いや本当ね残念ですが、はい、はい、なんですけども、はい、こういうですねちょっとバッドニュースだけではなく、はい、いいニュースがありまして、はい、実はですね、はい、来年の夏か初夏にですね、はい、大阪コミコンをやることが決まりました。わーい、大阪コミコンですか。しかも、はい、この大阪コミコンはその今回の東京コミコンの代替ではなく、これから大阪コミコンと東京コミコンを年2回開催していくということになります。すごい、そうなんですよ。だから1年で2回コミコン楽しめるってことですね。そうですね、だからそうです。だから初夏、はい、夏には大阪コミコン、はい、冬は東京コミコンということで、こういうのを2回ずつやっていかなきゃいけないという、ね、ことになりまして、はい、そうなったらどうするんですか、大阪コミコンまっすぐらも確かにそうですね、作らなきゃいけないんですかね。なんかタイトルを日本のコミコンみたいな感じで変えないといけないかもしれないですね。そうですよね、はい、だからね、本当東京コミコンって全国から、ね、集まってきていただいてるんですけども、うんうん、今回は大阪の方でもね、はい、やるということで、それで大阪の方も今実はですねゲストが今からもうブッキングというかもう探しておりまして、はい、これをですね近々多分この後オフレコで話しますけど、結構すごい名前が上がってるんですよ、これが。はい、聞きたい早く。それで今回、東京コミコン本来やるはずだった12月の、3、4、5あたりに、はい、もう一回ちょっとこの配信でですね、うんうんうん、大阪コミコンとか東京コミコン の、はい、ゲストを含めた大発表会をやろうと思っておりますので、楽しみにしていただければと思います、はい、なんかいろんな企画もやりたいですね、せっかくなんで。そうなんですよね、うん、だからすごくね本当に年に1回になったこととか、それから大阪ならではの良さとか、はい、そうですね、うんうん、あと聞いたんですけど海外のセレブの方でやっぱり日本の京都とかね、大阪とかそういうところ行きたいって方がすごく多いので、あ、来てくれる方がね、多いと思う。そうですね、そういう方たちもいらっしゃると思うので、うん、だから結構ねすごいことになりそうで、まあ、楽しみですよね。はい、年末のその配信でもね、今東京コミコンチャンネルでいろんな番組があるじゃないですか、はいはいはい、新東京コミコンまっしぐらだけじゃなく DC 店なり本当にいろんな番組があるので、はい、せっかくその年末の配信なんで、そうですね、いろんなゲスト大集結して、そうですね、いろんな企画とかやっていけたらいいですよね。だから本当にね楽しいことをねちょっとたくさん今考えているので、はいはい、随時またこう情報ねアップデートは、はい、この新東京コミコンまっしぐらで伝えていきたいと思いますし、本当に12月にはもっと素晴らしい、ね、はい、発表ができるといいななんて思ってますんで、うん、はい、楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。笹原さん、実はですね、大阪コミコン の、はい、本気度を示すために、はい、実はですねもうロゴなんかもできてるんですよ。早い、早いんですよ。そうなんですね、はい、ちょっと見ていただきたいと思います、はい、じゃじゃん、いいじゃないですか。いいですよ、黄色な
んですね。黄色です、黄色です。東京コミコンは赤、はい、大阪コミコン黄色なんですね。そうですね、あのね、ほら同じグッズでもね、うんうん、使ってほしいので色変えましたけど。確かにいいですね、はい、いやでもなんか大阪っぽい元気な感じがあっていいですよね、はい、あのえそれを予測してそのバットマンですか。今日のちょっと黄色のあれにしてね、ちょっと意識してる、ちょっとあれにしてきました。そうだったんだ、いいですね、ナイスなフォローです。いや本当に、いやでもロゴのグッズとかって私結構あのその年によって変わるじゃないですか、はいはい、全部買いたい派なんですよ。あなのできっとこれ東京も大阪でもグッズを買いたいって私と同じ意見を持つ人が出てくるんじゃないですかね。そうですよね、まあね、アメリカなんかもちょっとあの時代もと違いますけどね、あの西海岸のサンディエゴコミコンがあってね、はい、ニューヨークコミコンがあるように、うんうんうん、やっぱりこう西と東でね、はい、コミコンをやっていくというのはすごく楽しいことになると思いますので、はい、あのぜひぜひあの大阪コミコンも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思いますので、はいはい、お願いします。それとあのもう一つ、東京コミコンの方は、まあはい、あのグッズ、はい、オリジナルグッズの通販とかも力を売りておりまして、はいはい、あのお家に見ながらコミコンの雰囲気を、ね、味わっていただけるグッズも多いんですけども、はい、今日、はい、その中でも今企画進行中のものをいくつかお見せしたいなと思っておりまして。早い、もういいんですか。見てもういいんですよ。おお、もうこれも詰まっております。早い、あれのですね、東京コミコンのもできておりますし、いいですね、はい、できてるんでございます。早いです ね、 ですね、やることが。これね、可愛いんですよ、この柄が。多分この番組もまだまだ続きますね。そうですね、うん、すごい長寿番組になるかもしれない。長寿番組になるかもしれないですね、本当に。そうですね、いや嬉しいです。でも本当この番組を見ていただけたら東京コミコンの最新情報必ずチェックできると思いますので、はい、皆さんぜひチャンネル登録をして、はい、次回もこの新東京コミコンまっしぐらをチェックしていただけたら嬉しいなと思います。ということで以上、新東京コミコンまっしぐらでした。どうもー。バイバーイ。